はい、どうも、フレベス。はい、ということで今回はですね、川崎フロンターレの2024シーズンのキャプテン、副キャプテンが発表されましたんで、そちらについてね、話していきたいなと思います。はい、ということでまずは近年としてはね、一番難しいシーズンになってしまった2023シーズンをね、初キャプテンながらね、1年間やり遂げてくれた立花選手に本当に感謝したいと思います。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でしたと。はい。いやー、まあ昨年はね、谷口翔吾選手が移籍していなくなってしまっての初めてのシーズンで、まあ誰もがね、予想しなかった立花選手のキャプテンだったと思いますし、まあ本人的にもね、すごく真面目な性格だと思うので、期する思いっていうのはあったと思うんですけど、まあチームとしてもかなりね、まあ離脱者が多かったり、特にベテラン立花選手を支えるべく選手たちの離脱者が多かったり、脇坂選手もね、序盤戦は不調だったりということも含めてね、まあ本当に全ての重圧が立花選手に乗っかってしまって、それにプラスしてやっぱり真面目な性格もね、相まってしまって、まあ本当に立花選手自身も不調に陥ってしまったりだとか、非常にね、難しいシーズンの特に前半戦だったと思うんですけど、まあただ宇里山戦でのね、新井千金の決勝ゴールを機に、本人としてもね、吹っ切れたのか、非常に素晴らしいパフォーマンス、まあ得点も重ねてくれましたし、まあチームもかなりいい状態に持っていって、いい流れに乗って最後ね、天皇杯優勝というタイトルをもたらしてくれたことは、本当に立花選手の力あってのことだと思うので、最後まで諦めずに戦ってくれて、タイトルを最後チームにね、もたらしてくれたことはありがたかったですし、最後ねみんなで笑ってね、終えられたことが本当に立花選手のキャプテンとしての間違いなく大きな成功だったと思うので、今シーズンはね、まあ、キャプテンとか副キャプテンからも外れて、重責からね、解き放たれて、よりハイパフォーマンスしてもらえるようにね、本当に期待したいと思いますし、まあ、ただね、キャプテンが外れたからといって、あの経験がなくなるわけじゃないの、ないと思うので、責任感がよりね、増していると思うので、役職にとらわれずに、チームを引っ張っていってほしいなと、はい、思います。はい、ということで、2023シーズン、立花さん、ケントキャプテン、本当に、お疲れ様でした。はい。今シーズンは、大暴れしてください。はい。ということで、まあ、2024シーズンの、キャプテンは、脇坂泰斗選手です。はい。ということで、脇坂選手はね、キャプテンに任命されましたけど、昨シーズンからね、まあ、立花選手が、不在の時は、脇坂選手が、キャプテン幕姿がね、多く、見られたと思いますし、まあ序盤戦はね、調子いまいち上がんなかったですけど、まあ中盤戦から後半戦にかけてはもう一気に上がっていって、もう J リーグナンバーワンぐらいのレベルのね、ハイパフォーマンス見せてくれましたし、最終的にはベストイレブンにも入りましたしね、まあ本当にそれぐらいちょっと別格なプレーを見せてくれていたと思いますし、まああとはプレーで引っ張ってチームをね、チームメイトを上に押し上げてくれたりとか、特に中盤戦ね、なかなかチームとしては結果が出ませんでしたけど、脇坂選手のあのハイパフォーマンスと負けた後の悔しがり方とか、そういうのをね、やっぱフロサパはみんな見てたと思いますけど、そういうのを見てるとよりね、やっぱキャプテン任せたいなっていう気持ちにもなりましたし、まあ、それぐらいの素晴らしいメンタリティを持ったね、選手だと思いますし、まあ、あとはやっぱ14番をね受け継ぐだけの、それぐらいのメンタリティ持ってるので、まあ、キャプテン任せても間違いなくいい仕事をね、してくれるんじゃないかなと、はい、期待しております。はい。そして、副キャプテンは、小林優選手、丸山雄一選手、瀬古達樹選手、山田慎選手と、ああいう4人となりました。まあ、初めてのね、脇坂選手、キャプテンなので、まあ、特に小林優選手だったり、丸山雄一選手は、まあ、小林選手はね、フロンターレでキャプテンした過去もありますし、丸山雄一選手も名古屋でね、キャプテンマーク巻いた経験もありますんで、まあ、間違いなく脇坂選手を支えてくれると思いますし、あとは
まあ、瀬古達希選手もね横浜 FC でキャプテンマーク巻いてましたんで、その経験をね生かしつつ秋坂選手支えながらチームをね引っ張っていってほしいと思いますし、山田慎選手はね初めて副キャプテンに就任したので、ファン感だったりのねあのね素晴らしいパフォーマンスとかもねありましたし、まあ間違いなくパーソナル部分はチームをね盛り上げてくれる選手だと思うので、若手選手たちとのいいパイプ役に、ね、なってほしいなと思います。はい、ということで、まあ、キャプテン副キャプテンがね新たに決まりまして、いよいよね新シーズン始まるなというところですけど、脇坂キャプテンの元フロンターレがね今シーズンさらなる躍進をね途切られるように、はい、期待したいと思います。はい、ということで今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。